島勢動いて残り2周回です。内山拓を抑えて3番坊周、そして5番楠野文明が乗っていく形で現在は2コーナー先頭に変わっていきました。楠野、平石、そして上田と3人を受けて3番坊周が4番手、前受け福岡勢1番内山拓は6番手下げています。アドバンテージのある5番楠野文明、後ろ2人を連れて先行体制、3番坊周4番手中段で、あとは1番内山拓の巻き返しはまだなく、体勢は縦1列で残り1周回、楠野文明が先行していきました。平石、上田と連携する2人、2番手3番手で運んでいって、あとは中段3番坊周、テリア4番手、残り200を切って3番坊周がさあまくり追い込みの勝負。5番の楠野、3番手と来ている3番坊周、そして7番小谷田、早めに抜け出しを図った2番平石、3番坊周、3番坊周テリア、ゴールに捉えています3番坊周テリア。